軽乗用車の側面は大きくへこみ、後輪が外れています。事故があったのは苫小牧市三沢の国道36号です。警察によりますと、昨日午後5時半ごろ、札幌方面に向かっていた軽乗用車が対向車線にはみ出してワゴン車に衝突し、その後トラックや乗用車を巻き込み、合わせて4台が絡む多重事故が起きたということです。この事故で軽乗用車を運転していた46歳の男性1人が意識朦朧の状態で病院へ搬送されました。事故当時、路面はブラックアイスバーン状態だったということです。また、利尻町靴形の道道では昨日午後5時過ぎ、80歳の女性が道路を横断中に乗用車にはねられる事故がありました。女性は意識のない状態で病院へ搬送され、その後死亡が確認されたということです。警察は詳しい事故原因を調べています。